げて実況部長の中尾です。それでは今回も質問に答えていきましょう。この動画に対しての質問は下のコメント欄からお願いします。武田塾チャンネル。高一早稲田整形志望です。風邪で4日ほど休んでしまった後、1週間あたりのルートのズレが出てしまった場合は、その1週間ももう一度一からやるべきですか？はい、そうですね。むしろその前の週の課題も抜けてないかちょっと見直した方がいいかなっていうぐらいですかね。基本そのやっぱりその抜けがあるとまずいんで、体調不良とかになっちゃった時はもうね、しょうがないんで、そこはしっかり治すことに時間使って、復活してからはそのね、できないところからちゃんとやっていった方がいいかなっていうふうに思います。では確認してできてたらそれはそれで OK なんで、確認してできてなかったら、あるいはできてないのを確認しないまま先進んじゃったらっていうのが一番怖いんで、基本ね、できるかもしれないと思っても一応確認した上で先進んだ方がいいかなっていうふうに思いますね。質問じゃなくてすいませんが、自分は浪人生で精神的にとても今きついので、中森先生に励ましてほしいです。第一棒が一番良くて D 判定しか出なくて、正直勉強するのももう嫌ですということなんですけど、まあこれはね、本当にね、まあ同じようなことを抱えている人はすごい多いかなと思うんですけど、ただまあ僕がよくね、この時期、まあ去年も多分言ったかなって話なんですけど、僕は受験の中で一番こうその大事なことって納得だとは思ってるんですね。でまあそれはそのいい意味でも悪い意味でも納得っていうのがあって、こうなんか実力が足りなかったからしょうがないな、勉強してないからしょうがないなって落ちた時に自分が納得してしまうのが正直もったいないかなとは思ってて、こう仮に合格であろうが不合格であろうが、全力出し切ってもうこれ以上ないぐらいやりきったっていうことができればいい意味での納得ができると思うんですよね。なのでそのまあ今ね、本当にしんどい時期でなかなか結果も出てなくてってことだと思うんですけど、でも多分それでも今まだやれることって自分の中であると思うんですよ。それは例えば今までの参考書をやり直すことだったり、過去問を解くことだったり、まあその新しい参考書ひょっとしたらやらなきゃいけないかもしれないけど、いろいろこう出てくるとは思うんだけど、でも何か今の自分を向上させられるものがまだあると思うんですよ。でそれが分かっていたのにやらないまま入試が来てしまった時に、多分その時にあの時やっときゃよかったな、やってないせいで落ちたんだな、じゃあ自分が悪いからしょうがないなって思っちゃうとやっぱもったいないかなと。それをしっかりやりきって、それを出し切った上で出てくる結果であれば、本当に、まあ一番いいのはもちろん合格だとは思うんですけど、まあでも、その結果自体に、やっぱその自分自身のこう全力を出し切った、それ自体がその大きな結果になってくると思うんで、まあそこまではね、ちょっとしんどいかもしれないけど、ぜひ頑張ってほしいかなと思います。僕自身がね、やっぱその悔しがることすらできなかったっていう、落ちた時にね、っていうのがあったんで、やっぱ、まあ、そうはなってほしくないかなと思うので、最後の最後までね、はい、もう受かったら泣いて喜ぶぐらい、そして落ちたら本当に泣いて悔しがるぐらい、そこぐらい、それぐらいの思い入れが持てるように最後まで全力で頑張ってくれればと思います。いつも見てます、ありがとうございます。質問です。高2理系で青チャートを 2B まで2周程度したのですが、次の問題集に移るというのはどのページも回答することができるという状態にしてからでしょうか？また週1回ほど定着度を測るためにセンター数が解くのでしょうか？ちなみに数3、は今年度で終わる予定ですってことなんですけど、まず問題集に移る段階っていうのは、まあどのページも、まあ例題ですね、例題であれば一通り正解できる形で仕上げた方がいいかなっていうふうに思いますね。で週1回を定着の図るために選択数が解くのはありです。それで例えば結果が悪かったところだけチャートに戻ってやり直すとかってやり方でやっていくといいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、まあ基本的にそのやっぱりなんていうか、青チャートの上のレベルをこなしていくよりも青チャートで間違える方がやっぱりこうまずいと思うんで、そういう意味で間違いないように仕上げることを優先して、それがしっかりできるようになったら次に移るって形でやっていくといいかなと思いますね。京都大学志望の高2です。数学を怠けまくって期間を持ち、東進ブックスの松田先生の数学典型問題タイプ100を何周も解いて完璧にしたのですが、次何をすればいいのか分かりません。基礎問題成功やるべきなのか、センター対策にすればいいのか教えてください。いや、まずセンター対策は新試験に変わるから、新試験のやつの、まあ、仕様が発表されて対策問題集出てからでいいんじゃないかなっていうふうに思いますかね。で、まあ、基礎問題成功なりチャートなり、そういう網羅系の参考書をまず一回やってみた方がいいかなとは思いますね。で
その、まあ、文献なのか理系なのかちょっと書いてないので何とも言えないところではあるんですけど、ね、一冊参考書仕上げてる状態なのであれば、例えば文系だったら文系の数学、重要事項完全習得編の例題部分とかの方で基礎が抜けがないか確認して、まあそれでもうそのまま、進んでっちゃってもいいかなとは思うし、で、理系なのであれば、まあ、数三の基礎、をやっていく、まあ、あと 1A、2B の基礎も抜けがないか確認するって形で、まあ、基礎問題成功レビューのところからしっかりやっていった方がいいかなとは思いますかね。まあ、とりあえずですね、今の時点では基礎固め優先でいいかなとは思います。で、まあ、新試験対策に関しては、まあ、ちゃんと、まあ、しっかりね、試験の内容発表されてから、まあ、対策問題集が出揃ってきてから、やる形で十分だとは思うんで、まずはね、しっかり基礎をやっていくようにしてください。はい、今回は以上です。武田塾お茶並み村校、はい、合格実績で考えるんですけども、はい、実際受かってるんですか、どうなんですか。実際結構受かってます。ほいほい。実際に受かった大学とか学部を一人一人手書きで書いて掲示したものになります、はいはい、私が校舎長として掲げたいテーマとしては、生徒の成績をとことん伸ばす、この一点です。自分の叶えたい夢っていうのが一人一人あると思うので、それを叶えてほしいからです。それでは武田塾お茶並み村校行ってみましょう。